ミヤキチャンネルかっかりニュースの取説。今回のニュースの取説面白いなと思ったらいいねを、またチャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いします。ヤフーニュースのオリジナル記事ボイスに TBS の人気アナウンサー井上貴博アナウンサーのインタビュー記事が掲載されておりました。そのインタビュー記事の見出しに、こんなにテレビは嫌われているんだとあり、これが局所的にネットをざわわとさせております。井上貴博アナウンサーというと TBS の夕方のニュース風情報バラエティ番組ダーブスター、あ、内容そんな感じですけど一応番組名は N スター、こちらの司会を務めておられ、インタビュー記事によりますと、テレビカメラの前で話していて、わあこんなに嫌われているんだと日々お感じになられているようです。そして同業者の皆さんも同じ思いなのかななんておっしゃいますが、これこのミヤキチャンネルカッコ仮で繰り返し指摘している、答えは合ってるけど式がガタガタのメタメタ、ガタガタのメタメタに間違ってるパターンだというのが私の見立てです。ネットにはこの井上貴博アナウンサーのインタビュー記事を受けて、よく言った、勇気のある告白だっていう声がありますが、そして確かにそういう面はあります。しかしテレビがといっても、同じアナウンサーで同じ時間帯の他のテレビ局を見ると違った風景が見えてくるんです。例えば日テレの同じ時間帯のニュースエブリ、この司会を務めている藤井貴彦アナウンサー、彼の視聴者に寄り添った思いやりあふれるコメントというのは、ネットにほっこりとした話題を提供してくれております。またテレビ朝日に移りますと、今夕方の枠に移っていささか制裁を欠くという声も聞こえてくる小松康史アナウンサーは、一時期ネットで絶大なる支持を受けておりました。そして TBS の井上貴博アナウンサーはインタビューの中で、インターネット上の反応や会社に送られている声を見てもやっぱり嫌われてるんだと語りますが、それは TBS であったり N スタの問題ではないでしょうか。日テレに戻りまして、藤井貴彦アナウンサーが昨年末好きなアナウンサーランキングの1位になった時、ニュースエブリィの番組スタッフは SNS などの拡散もしてくれ、そこで様々なリアクションを取り入れることができる、まあこんなお話をされておりました。例えばその N スタでは、いわゆる東京地方第6波が襲った時、自宅療養がメインになったからと、4ちゃいのお子ちゃまがマスクをしてお風呂に入ること、こんなことを伝えていたのが TBS の N スタです。また直近では令和4年5月26日なんとことここに至っても、あの白鴎大学教育学部の岡田春恵先生を専門家としてスタジオに招き、新型コロコロその他についての解説をご依頼しておりました。また緊急事態宣言が出されて移動制限が出されている最中、栃木県宇都宮のインターパーク倉持の院長を赤坂にある TBS に招いて出演させていたこともあります。実際のところ新型コロコロニュータイプをめぐる報道においては、テレビ朝日の羽鳥慎一のモーニングショーがガンガン煽っていきまっしょいと言っていたとかっていう話もあるように、各局煽りまくっておりましたが、ある意味最も確信犯的なみたいなっぽい形で不安を煽っていたのが、 TBS の夕方のニュース風情報バラエティ番組、井上貴博さんがご出演なされている N スタです。またテレビ全体を見た時に、フジテレビのこれはバラエティ番組ですが、明日の内村という番組では、新番組始まって初回のスペシャルで韓国の大人気アイドルグループ BTS の特集をします、最新映像も使いますと言っておいて、使った映像は使い回し、しかも BTS ご本人ではなく BTS が大好きな人たちが出てきて、入手困難なチケットをこうやって取りましたとかっていう情報だった。これは差し物、 BTS のファンであるアーミーの皆さんも呆れておりました。また NHK のチコちゃんに叱られるでは、鬼のマナー講師こと平林美也子さんをご出演させ、 AD を叱りつけ、その AD さんしくしくとお泣きになられたようです。これはパワハラ案件で、見てる人を不愉快にさせます。不愉快になるメディアを好きと思う人はそうはいません。なおこのミヤキチャンネルカッコ仮でチコちゃんに叱られるを取り上げた際、 NHK の教育 E テレと伝えましたが、同じ NHK でも総合の間違いでした。
訂正してお詫びします。ごめんなさい。ヤフーニュースオリジナルボイスにおける井上貴博アナウンサーのインタビュー記事に戻りますと、今最も多様性がないのはテレビじゃないか、そんなお話をされております。そしてそれはその通りです。なぜなら今テレビのニュース原稿というのは共同通信や時事通信というニュース社から買い入れたものをまさに転売ヤーしているからです。だからどこの局見ても同じニュース原稿が読まれています。また SNS で Twitter で話題の動画が出てくると、それを仮パクしているのがテレビです。直近で言えばあの浅岡めぐみさんに左利きの彼氏がいたのかなっていうような時代にしていた髪型姫カットの話題、各テレビ局のニュース風情報バラエティ番組で繰り返していました。つまり皆呆れ果てるほどの横並びなんです。多様性どころかニュース番組そのもの一つ取ってみても、はい、うちは美味しいレストランですよと開いておきながら、実際にはそのレストランの隣にあるコンビニで売ってるお惣菜を買ってきて、それを皿に並べているだけのような報道が繰り返されているんです。そこに多様性なんか生まれるわけがありません。そして私が井上アナウンサーが出演している番組をダーブスターというのは単に韻を踏んでいるだけではありません。番組内容がダブスターだからです。新型ウイルスの件で言えば、視聴者にステイホームと呼びかけておきながら120キロの道のりを越えてやってくるお医者様がいたり、マスク着用を番組の中で呼びかけていながらスタジオにいらっしゃるアナウンサーの皆様はマスクオフしていないんです。 TBS の番組全体で言いますと、マスクをどうするかという議論をしておきながら、外ロケ、グルメロケでは早々にもうマスクを外してアナウンサーが実況中継で出演しております。自分たちはやってもいいけど視聴者にはするな、それはやはりダブスタです。ダブスタと嘘は似たような話です。日本社会において嘘はとりわけ嫌われます。さらにそのダブスタで言いますと、ヤフーニュースオリジナルボイスのインタビュー記事の中で井上アナウンサーは私自身テレビ嫌いを公言しているとおっしゃっております。テレビが嫌いな人が出ているテレビ番組、これを好きになれ。もちろんそのインタビュー記事において率直なお気持ちを語られたこと、それを批判などはしません。対してあの髪キッターでおなじみのタモさん、タモリさんは、テレビは見るものじゃなくテレビは出るものだよと、かつて日テレのニュースエブリィの取材を受けて、自分が面白いと思うことをやってるだけだよ的なお話をされております。これはテレビの黄金期を作った明石家さんまさん、またトンネルズの石橋貴明さんも同じような話をされております。はい、ここでテレビがこんなに嫌われているんだの正体が見えてきてはいないでしょうか。最後にもう一度ヤフーニュースオリジナルのボイスのインタビュー記事に戻りますと、井上アナウンサーはもう一回テレビへの価値観をひっくり返したいと語っております。その答えは簡単です。テレビを愛する出演者が自ら楽しみながら、そして視聴者に誠実であること。今テレビの側に最も欠けているのはそんなところではないか、ニュースやワイドショーにも欠けているところはそんなところではないかというニュースの取説でした。ニュースの取説につきワンコのコーナーはありません。次回のニュースの取説、ワンポイント解説、レギュラー放送、突然始まる生意などなど、いろんなところでお目にかかれればと思います。バイバイ。